はい、どうもキョペちゃんです。今回ですけども、ニャーミネーターってもともとグレーニャンっていう、あの白でも黒でもない中途半端な猫妖怪だったんですけども、まあ、そのグレーニャンをニャーミネーターに進化させたのがロボニャ F 型、まあ、言うなればニャーミネーターの師匠的な存在で、ニャーミネーターは弟子的な存在ですよね。まあ、その2人を対戦させたらどっちが強いのか気になったんで、早速やっていきたいと思います。ではバトルスタートです。さあ先制はニャミネーター、そしてロボニャ F 型は取り付きで守りを固めていきますね。さあニャミネーターも取り付きでステータスアップ。ロボニャ F 型はガードに入る、電撃、あガード防戦一方、あまたガードだ、完全に守りに入ってますね。やばい、一方的にやられてる。全然攻撃しないですね。一応性格は荒くれにしてるんだけど、しかも避けられてる。いや強いぞ。うわー、これはもうきついな。サボったチャンス、そこでガードか。うわ連撃、ニャミネタのスキルでダメージも半分だし、これは完敗。ちょっと悔しいんでもう一回やっていきましょう。さあということで2戦目やっていきましょう。おっといきなりサボった、これはチャンス、よいしょ31、完全にスキルが効いてますね。おそして爆弾、おおこれは決定的なチャンス。さあ取り付きで守りを固めていくロボニャ F 型、シュートだが早い、ニャミネーターの行動が早すぎる。さあしかもステータスアップ、シュート攻撃が止まらない、だがしかし爆発289、ここぞとばかりにロボニャ F 型が攻撃、さっきまでガードしまくってたのに分かったし、いや待て、これはズルだろう、ちょっともう一回だな。さあということでラスト勝負やっていきましょう。さあいきなりニャーミネーターの攻撃、35、連撃32、いやこれはきついな。いやニャーミネーターのスキルがねやばいな、全然回路が不調とか言ってる。もう一方的にやられてんだが、さあ取り付きで守りアップしたが、また殴られる、あでも20ぐらいダメージ減ったね。いやもう一方的にやられてんな。さあ応戦するがニャーミネーターのスキルでね全然ダメージが与えられない。うわ連発、うわやられた。いやもうこれは圧倒的にニャミネーターの方が強いね。多分何回やっても多分さっきみたいな、ね、あの爆弾みたいなラッキーなことがない限り、まあ、これは多分でかね、もう 100% 勝てないですね。完全に師匠を超えたニャミネーターですね。はい、ということで皆さん最後までご視聴ありがとうございました。もしこの動画見て少しでも楽しんでいただけたら、ぜひ高評価ボタンをお願いいたします。それではキョペイちゃんでした。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。